お姉さん、今日も相変わらず綺麗ですね。お姉さん？いや、虫かい！2038年11月5日。いや、ハイテクな電車、お！電車じゃない、バス。さっきの名もなき男、イケメンだな。イケメンだな。おお、めちゃくちゃなんか、今度豪邸だね。マーカス？マーカスか。どうも、マーカスです。品物を置く。スキャンしよう。とりあえず一周して。いやー、これね、玄関にね、玄関入ってすぐ階段あるのもう豪邸よ。豪邸で間違いない。俺将来こういうイメージ住むんだから。あ、置いちゃった。あ、大丈夫か。まだできる。スキャンして、あるね。また鏡。見てるね。見てるね。やっぱ見てるね。イケメンだなぁ。イケメンだなぁ。でもさ、ちょいちょいこう、鏡を見せるよね。わしづかみ？あ？つける？あ、これもアンドロイドか。これもアンドロイドなのか。わしづかみ、そうだよな。全然動かなかったもんな。だとしたら、なんか檻に入れてなくてもいい気がするけど、飛んでいかないでしょ。気分だけ味わいたいの？うん、あれだよね、なんかこう鏡を見せるシーンって結構映画とかでもあったりするよね。なんかこう真実を自分を見せてるのってこうなんか意味あんのかな。ありそうだな。カールの世話をする。2階でカールを起こす。2階にいるのか。じゃあちょっと待って、1階に行きます。シャレとかじゃないです。なんだこれ、なんだこれ。あ、絵か。なんかの絵だな、多分な。あー、人の、人の顔ね。人の顔か。なんか、これあれに見えてたわ。言わねえけど。あとは？あ、ここにもあるね。見ていこう。また、雑誌、本が。センチュリー。北極、ロシアが欲しがる理由とは。ウォーレン大統領とサイバーライフの近すぎ。え、北極、ロシアが欲しがる。シリウムの合成に使用される貴重な鉱石が北極の発見されて以来、ロシアの露骨に北極への関心を高めている。アメリカでもロシアでもアンドロイド産業が国内経済を占める。なるほどね。まあ、相変わらずアメリカとロシアは、ライバルというか。衛星タイタンに生命体。ウォーレン大統領がイギリスを公式訪問。地球外生命の可能性増す。宇宙の話か。いやでもね、俺宇宙好きなんだよね。俺ね、宇宙好きで、なんか宇宙のこと考えてるとさ、なんか世の中の常識って、ほんと些細な、もうちっぽけなものなんだなと思う時あって。宇宙ってさ、こう可能性をめっちゃ秘めてるから、そういうの考えるだけで好きなんだよね。でもこの衛星タイタンの生命体っていうのはもう全然読んでてもよくわからんわ。何せ全然読んでないからね。話してて読んでるふりしてるだけだからね。そうだね。もう全世界じゃなくてもう宇宙とかも開発とか進んでるんだろうね、この世界は。あとは？あ、奥にもあるな。あと二つぐらいか。そしてこれはまたキリンだな。キリンちょいちょい見せてくんだよな。めっちゃ見てる。これだ。試す。いや、イケメンだなぁ。マークス、イケメンだなぁ。イケメンだけど、音色は幼稚だなぁ。めちゃくちゃ稚拙なメロディー弾いてしもうたわ。いや、すげえでっけえキリン。あれかなぁ。この、ゲーム開発者が、
ただなるキリンへの愛があんのかね。これは地球儀回す。やってくんねえか、やってくんねえか。マダガスカル、まだ助かる、マダガスカルってやってくんねえか、やってくんねえか。マーカスイケメンだけどな、イケメンだけどそういうお茶目なとこ見せねえか。イケメンだったらもうそういうお茶目なことしなくてもモテるもんな。あと 3手でチェックメイト。おしゃれー。こういうところ、こういう豪邸でなんかチェスやっちゃうおしゃれな、おしゃれな人なんだろうなきっとな、カールは。あとは全部見たか。見たね。じゃあ2階に行ってみますか。誰だろう、カール。こんな豪邸だから、よほどおしゃれな。すっごいなんかもう、カメラ操作が全然慣れん。で、これ普通置かないよな。階段にさ、わざわざこういうの置いちゃうあたり。金持ちなんだろうな。そして出た。出た。よくわからん。俺芸術に関しては全然わからん。俺は全然わからん。こういうのに大金払うんでしょ。わからねえわ。うん、これは？なんか、ヤギみたいな首筋をすげえペロペロしてる。こういう絵もなんか芸術だって思っちゃうタイプのやつか。なんかちょっと大丈夫かな？大丈夫かな？これは？これは、これは、パンダで。よし。で、次？あ、すごい。書物が、本がいっぱいある。いいね。こういう本がいっぱい置いてあるのいいな。で、これで、なんか俺勝手にあの男の人想像してるけど、これでおばあちゃんだったらどうしよう。おばあちゃん勝手にあの男の、なんかこう、おしゃれな人だと思って、おばあちゃんとかだったらどうしよう。あ、すごい。めちゃくちゃ本置いてる。ここは何もなしか。あとは奥かな。奥に部屋がなんか一つある感じだもんね。とりあえず一周して、ちゃんと手がかりは一つ一つ拾ってった方がいいと思うからね。うわー、暗えな、暗えな、急に暗い。奥になんかある。アトリエか。開けよう。あ、おじいちゃんだった。おはよう、カール。おはよう。おはよう。もう10時ですよ。結構寝てるね。気温は12度。湿度 80% で、午後には小雨が降るかもしれない。まあ、寝れるってことは健康ってことだ。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。いいね。注文した絵の具を受け取ってきました。いいユーモアだ。そうだ、忘れてたよ。そこがお前とは。いいね。いいね。言葉も巧みに操ってるな。手に取る。これは？あ、注射か？あ、未来の注射こんな感じなんだ。くっつけて。それじゃ腕を出してください。いや。いいね。なんかあれみたい。あの映画の。痛えぞ。起きて早々歯を食いしばれというのか。食いしばってください。痛えぞ。え？見てるな。怖いか？怖い。絶対やだ、こんなアンドロイド。まだ刺さねえよ。自分は脆い機械だ。いいとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。そんなことないけどね。まあなんか深い感じにするな。その服はどうした？あ、いや。あ、これはちょっとね。街角でデモに出くわしてしまって。めんどくさい奴らに絡まれたんすよ。愚かな奴らめ。そうなのよ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。その通り。怪我をしていないといいが。ああ、 いえ。押し倒された。いやいや、蹴られたよ。平気です。大丈夫？蹴られたよ。これでよし。心が傷ついてるけどね、俺は。いや、なんかあれみたい。あの、映画のさ、最強の二人だっけか。俺あの映画好きなんだよね。なんかすげえ思い出すわ。あ？あ、どうすんの？あー、お姫様抱っこ。イケメンが、おじいちゃんお姫様抱っこしていく。あ、そう、なるほどね。これずっとそのままね。
お姫様抱っこしていく。あ、なんだこれ、ちょっと、え、なにこれ、ちょ、どこいてん、な、猫、俺何見せられてんの、俺何見せられてんの。あ、来た、なんだったの今の、なんだったの。落として、落としちゃおうかな、これ手離したら落とすんでしょこれ、スティック外したら落とすんじゃ。大丈夫よ、大丈夫からな、めっちゃ見てたな、めっちゃ俺のこと見てたな、落とそうか落とさないか不安になってたな。じゃあ下手くそ、公開初日、俺、うん、車椅子を押すの下手くそだよ。次はカールの世話をするって書いてたな。カールの世話をする、カールを食卓に連れていく、カールを食卓に連れてこ、食卓はどこかな、まだ決めていなかったな、また後で決めるとしよう、うん、他には、いや、ここは上をちょっと奥に、多分そこがなんかあんだろうね、部屋が、うん、ファンがいるの、あ、そうか、レオから連絡、レオ、ファンがいるのこのおじいちゃん、有名な画家なんか、しましょうか、いや、うん、ちょっとそこドア何もなかったな、あのちょっと広い豪邸、自分の豪邸をね、自己満でね、ちょっと見ていきましょうね、いろんなとこ回っていきましょう。いけんのかい、いけんのかい、だってあとは階段だけだよ。いや、じゃさすがに無理でしょ、アンドロイドでもさすがに無理だよ、階段しかねえよな、階段を下ろせないでしょ、無理でしょ、いいのかな、やっちゃっていいのかな、やんのかい、そうか。心配して損したわ、俺のただの取り越し苦労だったわ、あんのかい、そうだよな、そういう装置もあるよな、豪邸だもんな。いや俺階段から突き落とそうかと思ったわ。大丈夫だ、オッケーオッケー、そうか、そうだよな。ちょっと2人で見てこいよ、見て、あれ見ていけないのか、鏡、ちょっと待って、めっちゃダメダメ、出ちゃう出ちゃう、注射した薬も出ちゃう、ゲロと一緒に注射した薬が出ちゃう、ゲロも出ちゃうよ、カールおじちゃんから。車椅子押すの下手くそだな、ベーコンと卵をお好みのスタイルで、もういつの間に用意してたの、マーカス優秀だな、何もないね、ありがとう、いいや、もう準備してたの、そんなシーンなかったけどね、さすがです、さすがイケメン、はいっと到着、うん、いや、ないよね、ないよね、そうだよね、朝食を用意する、ああこっちか、一応スキャンして、うん、こっちだな、はいはい、でもね、もう3、この世界だと 3D プリン、あ、ちょっと待って。ポンコスアンドロイド。銀の皿。銀の皿か。銀の皿なんて、お前、小学校の時のあの皿しか使ったことねえわ。ん、そんなんじゃないね。これ、こっちは高級なやつだね。高級なやつ。これ持ってこう。いや、でもこの時代だとなんか 3D プリンターとかで勝手に作ってくれるとか、そういう感じじゃないんだね。あ、やべやべ。ポンコスアンドロイドになっちゃう。あ、いいね。ちゃんと置いてあげる。待て。カール、待て。まだ開けないよ。やだな。絶対やだ。こんなアンドロイドやだな。俺だったら好きだけどな。な、早く開けろよっつって突っ込みたくなるけどね。あ、上からすごい高い位置からモコミチスタイル。モコミチスタイルで入れていく。あ、これは？あ、おしゃれ。ちゃんとナプキンも敷いてね。おしゃれだね。食べている間は自由にしていなさい。はーい。うん、そうします。やったね。自由にしようぜ。何しよう？何する？スキャンして。あ、読んだやつだな。あれは読んだやつ。あ、これすごっ！え、すごっ！あ、すげえ！薄いし。後ろからも見れる。見て、みんな、これすごくない？
そうか、後ろにも見れ、その発想なかったな。今はなんかまあ薄いテレビあるけどさ、あでもあんのか、もうテレビオフ、すげえ。あごめんね、うるさかったかな。堕落した、あ傲慢と愚行に暴力、あこれ大事な会話だな。5000年もの文明を築き上げたというのにこのざまだ。いやそうだよな。なんかまあアンドロイドとかでこういう時代はちょっと便利になってるんだけどさ、あなんかこう人間のなくしちゃいけない部分までなくしちゃいそうだよね、そこまで便利になるとさ。そういうこと言ってるんでしょ。本を読む。あ、さっきの弾いたピアノだな。でも俺、稚拙なメロディーしか弾けねえからな。ピアノ弾く。ピアノ弾くもあったな。あとは、こっちだな。あ、チェスか。チェスね。おしゃれにチェスやるってのもありだな。チェスをする。いや、でも、やっぱりこの振りがあるから俺はピアノを弾かなきゃいけんやろ。ピアノ弾くか。座るか。座ろう。弾こう。イケメンが弾きます。聞いてください、カール。猫踏んじゃった。え？物憂げな曲。希望に溢れた情熱的な曲。謎めいた曲。いや、俺は希望に溢れた曲がいいな。俺、希望、そういうの好きだから。よし。ん？ちょっと待って。いや、マーカス、それ希望なのか？なんかすげえテンポ悪いぞ。なんかやりづれ。てんてん、このリズムでいいのかな？このリズムで合ってんのかな？やばい、止まった。ニヤついてる。ちょっとニヤついてる。これいいのかな？このテンポで。もっと早く。ああ、なった。はい、はい。あ、いいね。いいよ。あ乗ってきた。俺はやればできるってとこ見せてやろう。稚拙なメロディーだけじゃねえんだ。あ、いいね。あ、いい。これがなんか希望な感じする。やばい！希望が止まりかけている。よし。溢れてる。はい。やばい。ちょっと待って。あまり、マーカスをいじんない方がいいな、これな。俺が言うことに対して、なんで？ちゃんと同じリズムで押してんだけど。止まる。ちょい止まる。血管引か？ちょっと、マーカス！ごめん、いじりすぎた。ごめん、いじりすぎたから、あんまり気にしないで。はい。あ、いいね。ちょっと待って。あ、いいよ。でもなんか、俺が見てる感じさ、その弾いてる感じだとそんな弾いてない感じするけどね、その手の動き。すごい上手いな。やりゃできるやん。あ、いい。イケメン。相変わらずイケメン。にしてもさ、ちょっと待って。これ、いつまでやれんだろう。結構、この、まあ、その未来の音符なのかもしんないけど、なかなかなくならないんだけど、右にすんげえ溜まってんだけど。で、なんかさっき、カールおじさんがこっちに来たような気がするんだけど、全然見当たらない。俺のなんかメロディーに飽きてどっか行ったんかな。あ、いいよ、乗ってる。順調。てかね、俺今ね、めっちゃタッチパッドね、連打してんだけどね、俺の腕が疲れそう。俺の腕がちょっと釣りそうなんだが、なんなら俺にアンドロイドをよこしてください。このタッチパネルを押してくれるアンドロイドを至急要請します。いつまでやったら、あ終わった。いつもと音色が違うでしょ。お前には人間よりも人間らしい一面がある、ここでもアンドロイドが弾いてますから。私がいなくなったらお前も、え、自分で身を守り道を選ぶことになる。え、ちょっと待って。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。そうだな。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。その通りだわ。さあスタジオに行こう。いや不敬な。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、うわ、ちょっと立ち上がれねえな。だって今、カールがさ、私がいなくなったら、お前は一人で身を守れって言ってたからね。うーわ、俺今までの登場人物の中で一番今カール好きなんだけど、これいなくなるフラグがっつり立ってるじゃん。うーわー、これあれだな、なんかこっからはなんかカールとの時間を大切にしたいな。まあ俺はそう思うけどさ、あれだもんな、マーカスはアンドロイドだからそういう気持ちとかはあんまりないんだろうな。だってこんなぐるぐる回してるもん。出ちゃう。ゲロとゲロと一緒にマーカスの思い出も全部出ちゃうから。なんだこれ、アトリエか。すげえな、さすが豪邸。ちょっと待って、めっちゃ戸惑ってる。あ、ここか、ここね。到着。あ、すげえ、あ、すげえ。あ、そうだよな。まあ、体不自由だから、こういう機会で。よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。え、こんなでかいキャンパスあんの？シートを外す。え？マジで？うわ、すげえじゃん。うわぁ。うわぁ、全然わかんない。ごめんなさい。全然わかりません。全然。うわーって言ってなんかすげえなーみたいな、芸術わかるような対応してたけど俺全然わかりません。何がすげえとかわかんない。いやでもなんか青色ばっかりでさ、なんか寂しい感じするけどね。もうちょっとなんかこう暖色使ってさ、あの色足してった方がいいんじゃないとか、その素人が出しゃばってすいません。全然わかんねえのに。全然わかんねえのに下からめっちゃ話しかけてるじゃん。いや、すげえ映像綺麗。すごいな、シワまでちゃんと。マジで映画みたいだな。すげえな。いいの描いてるんだろうね、きっとね。いやー、出来上がった？なんかすごい可愛い顔してんだぞ。マーカス、そんなつぶらな瞳だったっけ？意見を聞かせてくれ。え、意見？いや、ちょっと待って、わかんないよ。俺芸術わかんないよ。アンドロイドだし、好きじゃない。今意見言えねえな。意見言わない。指標はプログラムされていないです。いや、そうです。僕の評価は当てにならないです。そうなんですよ。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。いや、そんなことないよ。カール。年なんて関係ないからね。私の話は置いといて。お前の才能を見せてもらおう。こういうの好き。筆を取ってこういうさ、変えてみなさい。あ、いいじいちゃんだな。って言っても何を、お前の才能を見せてくれって、こういうセリフ好きよ俺。変えてみなさい。好きだわ。でも書けない、俺アンドロイドだもん。俺アンドロイドだもん。だってもう聞いたでしょ、あの稚拙なメロディーから繰り出す俺の絵がどんだけヤバいかと。全然話聞いてなかった。何でこのパレットですか。あ、ここで書くのね。書く題材を決める。題材を決めればいいのか。あ、銅像を描く、机を描く。あとは？あ、カールの絵を描く。いや、俺カール、確かにじいちゃん描きてえな。じいちゃん描きてえ。じいちゃんを描きたかったけど、カールの絵しかないし。いや、でも俺自分自身描きたいな。自分自身は？自分自身描けないの？自分自身描けないのか。あ、じゃあまあ、そうだな。カールも描きたかったから、カールの絵を描こう。自分自身描きたいけど、まあ選択肢ないからね。タッチパネルで。いや、でもアンドロイドだからね。あ、描いてる、すげえ。ちゃんと描いてるね。意外と、スッと。迷いなく。早え！早え！うわ、うめえ！うめえ！これは現実の完璧な、複製だ。そうだね、まあコピーだな。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事だ。
無理です。アンドロイドですから。そういうふうにはプログラムされていません。でも俺自分自身は描きたいけどさ。さあ、ほら筆とそのキャンバスを使って。え？もう一回？もう一回か。いやでもなんか気になるな。マーカス、気になるな確かに何を描くのか。いいから 目閉じる？はい。大丈夫だ。はい、目閉じます。どうなってんの？どうなって？あ、バツって出てるな！目閉じて、俺が目閉じてた。すいません、ミスした。リスナーの皆さんすいません。変な時間になりましたね。俺が目閉じてた。存在しない何かを思い浮かべろ。はい、見たことのない何かだ。はい、そして自分の感情に意識を集中させて。あ、黄色くなってる。しのむくままに筆を。パン飴みたいになってるね。はい。あ、黄色くなってるね。いや、俺自分自身書きた、あ、アンドロイドと人間性、アイデンティティ、うわ、これめっちゃ、うわ、めっちゃ気になる。俺自分自身書きたいから、アンドロイドでしょ、アンドロイド。運命、希望、苦悩、悲しみ、うわ、全部気になる。やべえ、アンドロイドの悲しみ、苦悩、希望、運命、うわ、めっちゃ運命みてえな。希望か運命だけど運命だな。運命見よう。アンドロイドの運命、俺の運命。あ、めっちゃ気になる。やべえ、めっちゃワクワクしてる。何書くんだろう。いや、しっかり書いてるよ。目つぶってる。あ、イメージしてるな。めっちゃ気になる。そうだ、自分が思うように、それでいいんだ。あ、どうなる、どうなんの。あ、青なった。あ、すげえ、素晴らしい。マーカス膝まついてたな。でもなんか誰だお前、なんか周りに倒れてたよ人。え、何、あ、レオ、レオ、あ、お前がレオか。気づかなかったよ。ちょっと待ってよ。ああ、近くに来たから、よく見たんだ。ちょっと待ってよ。しばらくぶりだしな。しばらくぶり？ちょっと待ってよ。どうした？ちょっと具合が悪そうだな。具合悪そうだな。平気だよ。なおじや、金が必要な。笑いが、やっぱりだ。この前渡したばかりだろ。金持ちのボンボンの、あー、なんかそんな気はしてたわ。薬やってんのが。全然そんなんじゃないって。だってもう口角の上がり方が変だもん。頼むよ。悪いな、お前に金はやらない。そうだな、それが愛だな。あえ、あえ、ちゃんとあげない、あえてあげない。そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いから、従順だからか、俺とは違って。比べちゃいけないな。こいつあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械。おいおい、なんで、おいおいおい、見てえな。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。いや、これ俺描いたんですけど。一度もないんだろ。そんなことないでしょ。あ、俺のことだ。なるほどね。そうか、レオも。そうか、まあそうだよな。レオも何かしら引っかかるものがあんのか。何かこじらせたんだな。いやでもね、ちゃんと思ってんのよ、多分お互いに。あー、こん、終わった。お互いに思ってんだけど、うまくいってねえんだろうな。なるほどね。よし、まあ、飛ばさないように気をつけよう。飛ばすのだけ怖いわ。63% コンプリート。暇つぶしを見つけて、こっから分岐したね。ピアノ弾いたんだよ、俺は。ピアノ弾いた。で、世界は？あ、43% ね。で、希望に溢れた曲 19%。で、スタジオに行って、で、次に、そうだ、カールの絵を描いたんだね。25%。
意外と少ないな。でも自分自身書きたかったんだよ。そうそう、自分自身書きたかったからアンドロイドにしたのよ。 11% 少ねえ。で運命にした。そう、俺ね、もう自分のね、そのアンドロイドのもう選択肢になる前に書きたかったからね。金を虫にしてきた。クズだったなぁ。レオン坊ちゃんクズだったなぁ。いやでも俺のパイン飴を赤にするのはやめて。